うわ、何かが大量に届いた。これは何だい、宮子さん。最終手段です。おばは毎日これを持ち歩いて、可愛い目一個のために。そう、好きなものを常備しとくのね。そう、最近目一個は宮子さんのこと。達郎にね。僕にはめっちゃ優しいけど、うん、達郎はいいけど、みーちゃんダメ、うん、宮子には厳しいもんな。悔しいから。悔しいから好きなもんでね、機嫌取ろうとしてるのね。お、今日もおしゃれですね。ありがとうございます。寒いからパリでちょっとご褒美に買ったエルメスのストールをさらっと巻いてます。中はボーダー。このエルメスのさ、うん、ストール買ってたの思い出したわ。すごい迷ってたよね。珍しく悩んだ。珍しくね。でもこのオレンジで正解だったなと思って。そう、色をねちょっとブルー系にするか、うん、この茶色系にするか、結局こっちにされたんだけど、よく似合ってますよ。俺は今日はエイトンのちょっと明るめの、春だから赤、ピンク、朱色的な薄ニットと、あともうずっと着てるエイトンのジャンパー。本当にこの服が喜んでるね、これ、うん、着てる、いっぱい着てもらって、うん、こんな感じです、うん。骨董通りにやってきました。みやこさんが自分の、プロデュースしてるブランドのポップアップか展示会かがなんかあると言ってて、行っちゃいました。それを待ってるんですけれども、この新しい Vlog カメラ、ルミックス S5 Mark II で撮り始めて1週間以上経ちました。とてもいいカメラで満足しているんですが、一つ未だに迷っているところがあって、どのピクチャープロファイルというかフォトスタイルで撮るかというのですね。僕は基本的に撮って出しの映像で Vlog をするスタイルで、あのログ撮影とかはしないんですけど、なので、どのこうカラーで撮るかっていうのを今調整というかいろいろ試してるんですが、ずっと使ってた GH5S では、ナチュラルっていうフォトスタイルがあって、その色が好きだったのでそれを使ってたんですけれども、この S5 Mark II にもナチュラルって入ってるんですが、ちょっとね色味が違うというか、まあ、宮子さんが戻ってきたんですけど、今日の私服を撮ってほしいということで撮ってあげましょう。ああ OK。 さあ、5時前になりまして、雨もすっかり止みました。お花見に行こうと思います。きっとすごい人がいるんでしょうけど、お花見の聖地中目黒ちょっと見に行こうと思います。おお、すごい。おお、咲いてる咲いてる。よし、じゃあちょっと記念撮影しとこう。オッケー、見して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 。おお、はい、仲良し。はい、いただきます。綺麗だね、うん、雨上がりの桜もいいですね。一緒に桜が見れて嬉しいよ。そうだよ、ね、これで写真撮れる。これもあれでいい、あのキャプチャーで。はい、オッケー。キャプチャーいただきました。後で切り取ります、うん、今ので。やっぱり綺麗だね、中目は。